体育トークライブで見た、平野史洋の異例すぎる夜の装いに衝撃走る。メンズステッチフラワーパジャマ、なぜ16,500円も最近の体育トークライブで、一部のファンは平野史洋がシルクのパジャマで登場したことに注目しています。この新しい一面がファンたちの好奇心を刺激し、彼の魅力がさらに広がっているようです。紫輝くんがシルクのパジャマを身にまとまっている姿について、多くのファンが興奮しました。 寝る時にシルクのパジャマを愛用しているのではないかという期待が広がっています。ファンの中には、トゥルトゥルしてそうで、髪の色ともぴったり合っているというコメントもあります。また、シルクのパジャマやシングについて、滑るような感触があるといった興味深い情報も入っています。何人かのファンは、平野仕様のシルクパジャマ姿が初めて見るもので、その姿に驚きと興奮を隠せないようです。 シルクぽい素材のパジャマが彼の魅力を一層引き立てているようですね。そして気になるのはパジャマの柄についてです。ファンたちは花や動物、フクロウなどの柄が使われているのではないかと予想しています。これに対して気になる、可愛いスウェットかと思いきやといったコメントが寄せられています。一方でファンの中には情報収集のために質問を投げかける声も上がっています。これどこで見れますか いや、メンズステッチフラワーパジャマはどこで買えるのかなど、ファンたちの興味は広がり続けています。シルクのパジャマにまつわる興奮と好奇心が広がる中、メンズステッチフラワーパジャマに関する情報も浮かび上がってきました。このパジャマは、刺繍のようなタッチで描かれたフラワープリントが特徴で、上品な印象を与えるデザインです。ソフトな素材と伸縮性のあるカットソー素材が組み合わさり、すっきりとしたシルエットを演出します。 アイボリーとブルーグリーンの2つのカラーが用意されており、ペアアイテムとしてもおすすめされています。価格は16,500となっています。スリーピーは眠りに潤いを与えるブランドとして知られており、このメンズステッチフラワーパジャマもそのコンセプトに合致しているようです。ここで新しい視点を加えてみましょう。 紫輝くんのシルクのパジャマ姿がファンを魅了するだけでなく、その商品情報が新しいファッションのトレンドや快適な睡眠に関する考え方にも触れる一助となっています。シルクのパジャマが快適な睡眠に貢献するというアイデアは、近年の健康志向とも合致しており、ファッションと健康の融合が注目されています。また、ファンたちの質問やコメントを通して、 商品がどこで入手できるかや、その他の関連商品にもフォーカスを当てることで、読者に新たな情報やアイデアを提供できるでしょう。これにより、読者が自分自身のファッションやライフスタイルに取り入れる際の参考になる可能性があります。最後に、この新しいファッションの動向や商品情報を通じて、読者に以下のような問いかけを投げかけてみましょう。あなたの理想の睡眠環境はどんなものですかいや、 ファッションと快適な睡眠を両立させるために、どんな工夫をしていますかなど、読者の参加を促し、コミュニケーションを深めることができるでしょう。